そう、昨日ね、ドボン配信して、ドボン配信じゃなかった、間違えた、ドボン配信なんてしてません。昨日、そう、ドボンタイムして、ドボン配信じゃなくて、ドボンタイムね、して、昨日ね、めちゃめちゃね、ファンの方と出会えたの。そう、なんかしかも時間決めてるのに、そう、昨日時間決めてなかった割にはね、結構会えた、なんか。1回で2人の方と会えたりとか、最近さ、全然ランダムでしたらさ、私のファンの方と会えんくて、そう、なんか悲しいなって思っちゃったけど、昨日はね、5人ぐらい会えたんじゃないかな。5人は確実に会えた気がするな。結構知ってる方がたくさんいて、嬉しかった。何回間違えんねんって。一回間違えたら何回も間違えるから。昨日めっちゃ当たり日やった。今日はどうやろうね。今日は当たるかな。ゆあちゃん、嬉しい。ゆあちゃん、ラブー。今日も来てくれてる。ネズミさんが飛んでる。お、ドバさん、食べてって、ありがとう。ソフトクリーム美味しそう。四つ葉のクローバーもありがとう。ネズミさんありがとう。お猿さんもありがとう。ヤス1983さん、食べてと。ネズミさん、ソフトクリームありがとう。嬉しい。お、ぶっちゃん、そう、ぶっちゃんね、昨日ね、会えたんだよね。ぶっちゃんとヤス1983さんに、同時に会えて、そう、めっちゃ嬉しかった。ありがとう。ドボンの名前ひらがなな、なんかさ、最初は漢字だったけど、でもなんか私の漢字ってそう、読めない方が多くいらっしゃるからっていうか、初めて見た方は多分全然読めんから。そう、なんかね、ユキナとね、みつほとだいぶ前に、何ヶ月か前に電話をした時に一緒に対戦してて、ドボンもね、夜中に、その時に名前変えたかな。あ、今日ソフトクリームの日なん？今日なんで？5月10日？5月10日ってソフトクリームの日なんですか？ソフトクリーム食べたい。花火さん、お久しぶり、嬉しい。ね、ういちゃん全然ドボン当たれんよね。ういちゃんはういちゃんでやってる名前。みんなさ、ショールームの名前と同じ名前でやってますか？そうだよね、初見で空の夢よね。そうだよね。はるぴょんさんもひらがなか。確かにそうだったかも。ういちゃんでやってる。じゃあ探しやすいわ。同じ名前？そうだよね。あれ？ 5 月9日 あ、明日だね、5月10日。私もなんかちょっと思ったけど、そっか、今日5月9日でした。すみません。母の日兼ソフトクリーム、なるほど。昨日は当たらなくてない。で、そっか、ひでとさん当たらんね。結構ね、みんなやってくれてるけど当たんないよね。あ、神奈川のトラットさん、オッケー。あ、ドラゴン桜の 見たい。あ、今日3話じゃない？今日3話だよね。私2話もまだ見れてなくてさ、見れるかな。面白いよね。結構ガラッとキャストさん変わってるもんね。面白いよね。昨日はあの時間に空のはるぴょんさん、ちゃけさん、ちゃけちゃん、ひななさん、おお、せなさんさん、おお、すごい。5人に、すごいね。ぶっちゃん、当たりでいいじゃない？昨日。当たりじゃん、めっちゃ。
ネタバレしちゃうからやめて。話さないでね。そう。ドラゴン桜は本当に面白い。って言っても私はまだ2話見てない。1話しかまだ見てない。ドラゴン桜2って言えばいいのかな。はね。最初のやつは全部見てたけど。見たいな。ダメだって言っちゃう。昨日、ナズナさんとも対戦したんだ。おー、すごい。結構みんなメンバーと当たれてるんですかね、じゃあ。みんな私と対戦してくださいよ。待ってるよ、本当に。みんな全然当たんないんだもん。みんなちゃんとやってる？寝てますか？もう寝ちゃってたりする？サラダが東大に入る物語。そういう物語。頑張ってるんだ。密かに。セラタンさんとよく当たる。嘘。当たったことないよ、私。ドラマはどんどん、見ないとどんどん溜まっていく。そうやったよ。本当にそう。そう、本当に。ヒデトさん、ごもっともです。言えてます。今シーズン全然さ、見れてなくて。ネメシスも、あ、に、ネメシス何話まで見たんだっけな。2、3話ぐらいまでで、そう。見たいよ。最近またメンバーと対戦増えた。お、嬉しいね。さやかさん、こんばんは。サランがと、そうそうそう、サランが東大に入るっていう、東大を目指して頑張るっていう物語なんだけど、みんな見てる？ 最近セナタンさんとハツさんという方、すごい。60何人とメンバーと対戦、すごい。複数人とまだ当たってないんや。なるほどね。嬉しい。ソラノンの銃嬉しい。パラダイス、ハピネス、奇跡、あ、ときめき、ときめき、きらめき、奇跡、ハピネス、パラダイスってさ、何回対戦したらなるの？30回ぐらいかな。ドボンが来たからやってる。やってください。やってください。一緒に対戦しようよ。パラダイス20回も、20回でなれるんや。20回？20回って難しいね。メンバーと一緒にやっても全然当たれなかったりするもんね、電話でやっても。ドボン頑張ってるけど、サラダに当たってくれ。嘘でしょ？私もやってるよ。 ドボン頑張ってるよ。ちょっと会えないね。ちょっと当たれるようにもうちょっと思いを込めて、ボタン押してみて。それがいいと思う。明日も幼稚園だから寝てる。そうだよね。幼稚園早いもんね。寝た方がいい。しかも幼稚園生でしょ。8時ぐらいに寝るよね。ヨアちゃん頑張ってるよ。4人のパラダイスのうち、おお、パラダイス4人おるんや。嬉しい。最初になったの、そらのって。ぶっちゃんはあたりいいね。あと4回でパラダイスいける。今日1回当たったらあと3回ってことでしょ。じゃあ今日当ててよ。待ってるね。私やり始めたらもうずっと対戦が終わるごとにもうすぐボタン押してるので、皆さんも頻繁にボタン押したら当たるんじゃないかな。でもそうだよね。でもその時間が合ってないと
やっぱ当たんなかったりするよね。空のに会いたい気持ちが足りない。そう、その通り。もっと会いたいと思って。 あと19回マッチングすれば空の、まだ、待って待って、まだ1回しか会ったことないやん。そしたら、あと19回出会おう。みんな夜ご飯たこ焼き最高じゃん。秋葉さん、こんばんは。いや、当たらないからやらないって思って、そう思ってたらね、当たれないからね。やっぱ当たれるって思うしかないですね。いや、当たれるって思ったら結構当たれるかもよ。そんなこともない？他のメンバーと当たるようにさ、私とも同じように思ってくれればいいのに。他のメンバーの時は何も思ってなくて、たまたま会うのかな。そうだよね、あーちゃん1回しか当たったことないよね、何気に。当たりたい。でもさ、やっぱランダムで当たれる方が嬉しくないですか、皆さん。どうですか？だって時間、まあ時間決めてやったらね、めっちゃ当たれて嬉しいけど、それは。でも、ランダムで会えた時の喜びってすごい大きいよ、やっぱり。当たると思ったらおにぎりに当たった。おにぎりに当たったってどういうこと？面白い。それわかるでしょ？でしょ？そう、もちろんね、そうそう、プラメとかに時間を書いて合わせて、会えた時もめっちゃめちゃ嬉しいけど、あ、やってくれてるって、会えたって嬉しいけど、やっぱね、時間合わせで逆に当たったことない。なるほど。そう、時間合わせんでランダムで今からやりますって言って当たった時の方が喜びがすっごい私は大きくて嬉しい。待って、食当たり？やばい。待って、おにぎりにあってやばいね、それは。気をつけて。熱いところに置いたおにぎり食べちゃダメよ。海みたいにね。いや、そう、不意に対戦できるの本当にウレピーマンだから、みんな、ウレピーマンに狙いましょう。今日もみんなと会えるといいな。昨日めちゃめちゃやったのにさ、そうね、結構会えてない方もいるよね。今はマミーがドボンやってる。お、いいね、いいね。私で、皆さん私推しでやってくれてますか？私推しでやってね、みんな。本当だよ、当たり違いやね。お大事に。嬉しい、もちろんって、イエイ。ひかるんさんと時間合わせでやったら、セリカさんも同じ時間にやって、そう、最高じゃん。2人と当たったら最高。そうそうそう、そうなの。1983さんは昨日ぶっちゃんとダブルで当たれた。そう、すっごい嬉しかった。ランダムなのにさ、ダブルで当たることなかなかなくないですか？ね、嬉しいよね。でもさ、その後すぐにボタンを押してもさ、同じ方とは当たれないじゃん。だからやっぱ不思議だよね。みんないろんな方がやってくれてるからね。なかなか当たらんもんだよね。お風呂上がりにマミーが、レミソラノさんの配信が始まりましたよってお知らせしてくれた。おー、嬉しい。お風呂入ってたんや。なるほど。ね、ランダムで2人と当たるのすごいよね。メンバーと2人同時に当たるのもすごいけどさ、3人とか。でもさ、1回ね、1回じゃない、何回か、ミツホと電話で対戦してる時に合わせてね、何秒でやろうって言った時に、みつおとゆきのってやってて、何ヶ月も前に、その時に3人同時に当たったりしたのね。2
人がだって多かったんやけど、2人2人が多かったんやけど、3人で当たったらさ、ファンの方ってさ1人しか入れないじゃないですか、4人でワンセンなので。そうで、そういう時ってさめちゃめちゃラッキーじゃないですか、ファンの方。どういう気持ちなんだろうって思うね。そう、緊張してんのかなとか思っちゃう。あ、お風呂上がりから眠くなってきた。起きて。お風呂上がりってさ、目覚めん逆に。確かに、それこそパラダイス。確かに確かに。あ、メンバーさんにおったら緊張でボタン押す。やっぱ緊張するんやん。嬉しいよりもやっぱ緊張するのかな。嬉しいよね。めっちゃ。ゆきな、ゆきなのお父さん、お母さん。え？王林さん、嘘でしょ？そんなことある？それさ、ゆきなとさ、ゆきなのお父さん、お母さんは合わせてたんかな？で、王林さんとたまたま遭遇したんかな？すごすぎん？待って、みんな眠たいって言うやん。みんな起きてよ。みんな起きてよ。今日も1時間配信するよ。みんな起きててね。起きてください、みんなさん。冷めん？嘘でしょ。お湯の温度は関係ない。あ、確かに。お湯の温度何度？じゃあ何度？あいちゃん、お湯の何度じゃなくて、お湯の温度何度？暑いんじゃない？それ。私はお面バチ。さすがはサッピさんだ。いいね。おはよう。起きてるって言ってるの、おはようって。42度、それは暑いよ、あやちゃん。下げなきゃ。それはダメ。あやちゃん、暑いんだよ、それは。暑いから、もうちょっと下げた方がいいね。でもさ、なんかさ、なんかで見たけど、42度が健康的にいいみたいな。それは見た。だからいいと思うけど、42度ね、今の季節に合ってないね。半分寝てます。ちょっと目を見開きましょう。こうやってやってください。としまささん、こんばんは。ほのかさん、こんばんは。今暑いでしょ。そうでしょ、やっぱそうだよ。そう、42度が健康的にはいいみたいな言うけど、いや絶対暑いから、本当に。39ぐらいがいいんじゃないかな、今日は。暑いから、めちゃめちゃ。そうなんですよね。フォロワーさんが3499人。皆さん4000人目指して頑張りたいので、まずは4000人、5000人といきたいので、皆さんぜひ拡散してください。そう、42度がいいらしいよ、健康的に。でもめっちゃ暑いよね。暑すぎて私も耐えれない。42度、私冬の温度。今日宮崎は5月なのに31度あります。31度もあったと？ そりゃ暑いはずだよ。めっちゃ暑かったもん、今日。今日暑かったよね。39度はぬるい。ぬるいか。でも39ぐらいがいいんじゃない、今日は。暑い日はね。まだちょっと肌寒い日は40度ぐらいがいいかもしれないけど。結構1度の差って大きくない？私ね、冬にね、43とか4にすると、めちゃめちゃもう火傷するぐらいに暑いんですよ。そう。今私がハート押せば3500、嘘でしょ？わさっぴさん、今すぐにでも押してよ。皆さん、ハートボタン。
ピンクになってますか？こっちかな？こっちだっけ？こっち？ぜひ。宮崎空港が日本一、嘘でしょ、日本一取っちゃった。31度は暑すぎるって、やばいね。宮崎空港31度だったんだ。うん、いや、ハートピンクの方合わさなくて大丈夫です。はい、胃腸が弱い人は お風呂38度、38度って寒いのかな。まだ俺が発動したら一人減るで、やめてやめてやめて、増やしましょう、うん、ね、押したら白になってみんなダメだって。ピンクにしてください。泣いちゃいます、ピンクにしてくれないと泣いちゃいます。みんな白になってるやん、ピンクにしよう、みんなピンクにしてください。ちなみにこっちですっけ、こっちですっけ。みんないたずら大好きだな。うん、なんかみんな眠いっていうか私も眠くなってきてじゃん。でも私ね、今日めっちゃお昼寝したから眠くないんです本当は。スワノンから見て左手、どこだ、こっちか、こっちですね、こっち、こっちかな、こっちだっけ。いつも画面で見るとこっちだから、こっちなのか、こっちですね。ここのハートボタン、お、うまくできた。ハート、こういうハートボタンがあると思うのでこれをピンクにしてください。そうだね、右手にあるもんね、うん、鏡になってるね、鏡になってるね、鏡になってて皆さんは普通に見えてますね、画面が、うん、だからこっちかな、うん、ですかね。久しぶりに推薦、あ、推薦コメント更新して嬉しい、ありがとう、読むね。なんかさ、耳がさ急に1秒ぐらい痛くなることないですか。今日なんか2回目なんだよねこれ。ちょっと右手あげて、右手、耳鳴りじゃなくて音全然なんないけど、1秒から 0.5 秒から1秒くらい急にあっってなるときあるの。そう、なんだろうね。でも今日久しぶりにこれあって、さっきショールーム始める前に1回あって、ちょっとこのかわいいね、どこが、どこが、うん、なったことない。熊本公園のパフォーマンス良かった、嬉しい。夜公演ですか、昼公演ですか。歌う前に嬉しい、ありがとうございます。頑張る、もっと上手くなれるように。ね、待って、ヘアアイロンで挟んだらさ、耳の外じゃないそれは、うん、耳痛くなったことない、本当。なんか耳の奥がうっ、でもこれ久しぶりになった、うん、本当に嫌だからやめてほしい、うん、でも 0.5 秒から1秒ぐらいしか痛い時間は続かなくて、イヤホンガンガンに使っ、私ね最近イヤホン全然使ってなくて、それが、
だね。でもさ、ちょっと思うけどさ、飛行機に乗ってる時にさ、イヤホン使うのってやっぱ良くないのかな。だってさ、飛行機ってさ、ただでさえ音大きいのにさ、飛行機に乗って音楽とか聞くとしたらさ、ちっちゃい音量、いつも聞いてる2とか3とかの音量じゃさ、聞こえないわけじゃん。だから、いつも2とかだったら多分8とか10とかにせんと声聞こえんやんか。だからさ、でもさ、耳にはさ、なんか自分的にはいつもの2ぐらいの音で聞こえてるけど、でも飛行機に乗ったら飛行機の音で聞こえんだけで、耳的自分の耳的には10の音で聞こえてるわけだから、よくないよねきっと。それちゃん、それ最近なんか思うようになったから、最近イヤホンを飛行機で使わなくなったけど、どうしても使いたい時だけ使ってて、前回乗った時はちょっと使っちゃったんだよね。中耳炎になった時に痛くなって以来痛くない。あ、私ね、中耳炎はまだなったことなくて、中耳炎の1個前、外耳炎なんだっけ、そんなのもなったことある。飛行機で聞こえ、そうそうそう、飛行機の音で、そうだよ、飛行機の音で聞こえづらいから音を聞くしがちだけど、多分耳にはすっごい悪影響だよね。相当な音量でブワーって入っててさ、自分は聞こえてないけどさ、いつもぐらいの音量でしか。でも耳的にはすごいうるさいってなってると思う。飛行機音すごいもんね。しかも座る場所によってもさ、音が大きい、ちょっとさ、なんかあるじゃん、なんていうんだろう、エンジン音っていうか、なんかあるじゃん。潜水士かな、気圧の変化が多いのは悪い。確かに気圧の変化良くないよね。飛行機耳抜きボタン欲しくない？めっちゃ思う。そう、飛行機音楽聴くか寝るかしかない、やること。なんか字とか読んだら気分悪くなっちゃうじゃん。睡眠もある。あ、睡眠もか。ね、今日そう、ドラゴン桜なんだよね。見たい。ノイキャンにしたらいいんじゃない？ノイキャンって何？ノイキャンって何ですか？ノイキャン？ノイキャン？どっちかわかんないけど。なんだろう。肘掛けのボタンを押してみな。肘掛け？肘掛けのボタンを押してみな。待って。肘掛けのボタンを押したらさ、席倒れるじゃん。で、わさびさん、めっちゃ私死にそうだったから今。嘘でしょって思って。普通に考えたらさ、座席倒すボタンでしょ、それ。もうめっちゃ面白いわ、本当に。絶対押しません。この前も熊本から羽田空港、あ、帰りってこと、メンバーと同じ人。すごい、すごい、帰り一緒だったんだ。車酔い、なんか文字とか読んだらするかな。でも基本的にはせん。飛行機に乗るときは窓側でずっと、ああ、外見るのいいよね、好き。でも暑い日はね、大変だよね、窓側。でも私窓側が好きです。マサンピさん面白い。ね、騙されそうだよね。飛行機最近なの、本当。飛行機ね。
耳鳴りしなければ飛行機って最高だと思う。あ、これぐらいに切りたいな、髪の毛。今急に思った。切んないけどね。すごい、イベントでメンバーと同じ車両すごいね。バスとか電車なんだろう。離陸と着陸の動画、ああいいね。飛行機で席選ぶとしたら高いから窓側は、飛行機ってさ一緒じゃない？大体窓側も中央も、なんていうの、外側、なんていうの、何側っていうっけ、何側っていうっけ、外側なんていうっけ、何側っていうっけ。 一緒じゃない？そろそろ髪切ろうかな。あ、じゃあ切るの？通路側、ありがとう。通路側、ありがとう、ありがとう。一緒じゃない？大体。窓側、中央、通路側。飛行機10年以上乗ってない。おお。料金一緒だよね。そうだよね。あ、LCC。LCC って何？LCC は席を指定すると値段、そうやっちゃう。飛行機の種類によるってことか。なるほど。なるほどね。ピーチか。ピーチね。なるほど。ピーチって、そうだっけ？ええー。飛行機、あ、普通のね、普通の飛行機は、なるほど。あ、格安航空の場合か。なるほど、なるほど。でもサウナが切るまではダメって言われそうだよ。一緒に伸ばそうって決めたじゃん。でもあやちゃんも結構髪の毛長いよね。長いよね。JAL、ANA、普通に行け。なるほど。飛行機ね。旅行行きたいね。普通に。飛行機とかの話するってさ、やっぱ旅行行きたくなっちゃうな。CA さんすっごい綺麗ですよね。思いませんか？ CA さんめちゃめちゃ綺麗。CA さんのお団子姿って好きなんだよね。なんかさ、前髪上げてたりするじゃないですか。美しいってなる。私もこんぐらいお団子似合う、なんか前髪上げ似合う人になりたいと思う。でも私もともとは小さい頃は髪の毛膝下ぐらいまであったから、毎日お団子で、そう、その時前髪もなかったから同じ CA さんみたいな髪型してたんやけどね、いいなって思う。なんか習ってみたい、髪の毛のお団子の仕方とか、なんか盛れるメイクとか。
CA さんのメイクってなんか盛れるじゃないですか。上手だよね。だってメイクの授業とかあるんだもんね。仕事の、夏休みね。なるほど。宮崎来てよ、来てよ、待ってる。この間行けんやったもんね。LCC、ローコストキャリアかな。なるほどね。本当に格安航空だね。そのままだね。膝、そう。めっちゃ長いよね。膝ちょい下とか膝ぐらい。まあ、膝って言えばいいのかな。膝ぐらいでした。一番長いのがね。そう。私さ、切んなければよかったって思って。あのね、じゃあ聞いてください、みんな。私あれ、ギネス記録に応募してたらギネス取れたかもしんないじゃん。わかる？わかる？言ってる意味。私髪の長さでギネス記録取れたんじゃないかなって思ってる。 けど結局切っちゃったし何もせんかったから、取れんかったけど、日本人のとかだったら取れそうじゃない？小学生の時だからね、しかも。取れそうだよね。お団子したら顔が2つ。 面白すぎるでしょ。ギネス記録って見てすごね、すごいよね。ギネス記録取れんやったかな。なんかそんなこと考えてるとなんか悔しくなっちゃうから、あんまり考えないようにはしてるんですけど、取れてたかもしれないって思うと悲しいですね。膝下までどのくらいの時間かかるの？膝下まではですね、11年間ですかね。 生まれて小学5年生まで、かかりました。11年だよ。確かにお風呂大変、めちゃめちゃ。それまでは揃えるぐらいの産物。 違うよ。 違うよ。それが違うんです。それが違うんですよ。そう、シャンプーも乾かすのもめちゃめちゃ時間かかってた。普通に30分1時間は必要って感じ。1時間ぐらい。明日5時起きは寝なきゃ。そう、私小学5年生まで髪の毛切ったことなかったんです。なんか意外にこの長さいけるかもとか思うわ今。どうですか、この長さ。あんま好きじゃない？またね、ありがとう、ゆみさんって。ありがとう。わ、おやすみ、あやちゃん。ありがとう。そうなのに、そんな過去があった。そうよ、そんな過去があったんだよ。切った時本当に風に吹き飛ばされそうなくらい 軽くて、今まで重いとか思ったことなかったから、軽って、おおって感じだった。なぜ切ろうと思ったの？それはですね、宿泊学習がありまして、お風呂の時間が決まってて30分だったかな。で、私30分絶対間に合わないので、そのためだけに切りました。ちょっとさ、罪悪感あるよね。だってさ、
その30分のためにさ、私は髪を切ったのかと思うとさ、悲しくないですか？ね。うん。寂しいよね。30分以内にお風呂に入らないといけないから、どうしようってなって髪を切るしかなかったんですよ。超悲しい、今思うと。あの時は真剣だったからさ、真剣に30分にお風呂に入るのはどうしたらいいって相談したんですけど、親に。もう切る、このタイミングで切るしかないかってなりました。それがなかったら私まだ伸びてたかもしれない。もしかしたら美容室も行ったことなかったかもしれない。いや、さすがに美容室は行ってたかもしれないけど、そう、だから私美容室の椅子に座るのが小学5年生が初めてだったんだ。うん、そう。まあ髪の毛のお手入れは大変だよね、確かに。毎日お団子してもらってたもん。マミありがとうって感じ。うん。あ、おやすみ、のばさん。確かに切らんかったらね、今ゴロ地面吸ってたかも、ね、でもさ、身長もさ伸びたからさ、それはちょっとあれかもしんないけど、うん、そう、毎日お団子、朝起きて毎日マミーがお団子してくれてた。私が朝ごはんを食べてる時にマミーは後ろで髪の毛をするみたいな。うん、シャンプーの消費量確かにすごかったかもね。4ポンプぐらいいるんじゃない、わかんない、何ポンプ使ってたのか全然覚えてないけど、3、4ポンプはいるんじゃないかな。4ポンプぐらいじゃないかな。うん、なんか3は絶対使ってた気がするわ。うん、それから一番伸ばしたのはどのぐらい、それからはもう背中かな、うん、今よりは全然長いね。あ、それからはね、結構切ること多かったし、そうね。だからそれからは、うん。ああ、どうだろう。8に入ったぐらいってめっちゃ長かったよね、私多分。ポニー、めっちゃ長いポニーできてましたよね。あの時が多分一番長いかもしれない、もしかしたら。うん。私だからまだ結構美容室数えれるぐらいしか行ったことないと思う。ああ、でもって言っても何十回かは行ってるとけど、うん、だから最初の方とかは、あの美容室は1回目2回目って7回目ぐらいはちゃんと数えてた。あ、今日で7回目だ美容室みたいな。でもせっかく長いのにお団子にするってもったいない気がする。いや、でもさ、学校ってさ、髪を結ばないといけない決まりがあって、下ろしちゃダメだったから、うん、もうお団子にするしかなかったね。うん、一つ結びだとめっちゃ長いから、やっぱお団子なんだよね。だからコンパクトで、みんなそんなに長いとか思わんやんか、うん、ね。なんかさ、長すぎてパパッと結びはできなかったんだよね。パパッとこう、わかる？一つ結びの途中でクイッて入れて、お団子っぽくする、お団子があってこう垂れてるような、ああいうのがやりにくかったね、長くて。うん、ちゃんとお団子ならお団子にしないとって感じだった。あの、ぐるぐるしないとって感じ。メイさん、こんばんは。サヤノンさん、こんばんは。うん、そうなんだよね。お、三つ高さんだ、久しぶりじゃない？こんばんは。ストレートも好きだけど巻き巻きが好き。なるほどなるほど。サヤノン、基本長い方が好きなんやね。長い方が好きというか、長い方が
髪の毛結べるじゃないですか。なんか短いと髪の毛結べなかったりすると、なんかちょっと結びたいってなる時があるんですよ。わかりますか？なんかちょっと愛しいなみたいな、髪の毛が。そういう時あるじゃん。で、なんかさ、やっぱ髪の毛長くてなびかせてる方がなんか可愛くないですか？可愛いなって私は思うんですよ。あとポニーテールしてる女の子とか、そう、髪の毛が綺麗で、そう、サラサラしてる子とか可愛いなって思う。あとアレンジができるっていうのもいいよね。もうアイドルになったら特に。そう。ショートはね、いや、ショートは顔の形とかもあるから、やっぱりそう難しいよ。そう、髪の毛ゆらゆらしてる女の子可愛いよね。わかるわかる、めっちゃわかる、その気持ち。その長さツインしたら実写版セーラームーンになれたかな、セーラームーンになれたかな。そう、長い方が髪型のレパートリー多いからいいなって思うよ、ショート。みんなはさ、ショートとロングどっちが好きなの？あと5分で1時間、ありがとう。じゃあもうすぐランキング読むね。髪の毛巻いてる子に惹かれちゃう。おお、今日巻こうか迷ったよ。ちなみにここにアイロンはあるけど、もう5分で終わっちゃうんだもんね。巻いてももうお風呂入るだけだもんな。ああ、なるほど。アレンジするのが苦手やけん、ショート。なるほどね、そういう理由か。ショートって言うても肩くらい、あ、ここね。なるほどね。ショートにして、外れは見たことない。嘘でしょ。いや、外れはあるでしょ。でも甥っ子が可愛すぎるので、そろそろ退場します。ありがとう。なんさん、ヤッホー、終わった？お仕事。ツインが好き。なるほど。ロングとショートだとは？いや、ショートはね、絶対ね、骨格あるよ。私、ショートは似合わない気がするんだよね、自分で。ボブはね、やったことあるんだよ、ギリ。ここで。やったことあるけど。ショートは絶対似合わない。やってもボブだね。でもね、なんかね、切りたいって思う時あるの、やっぱり。でも切ったら切ったで、あ、長い、切ったら切ったでね、長い女の子、髪の毛が長い女の子を見て、その子がポニーテールにしてたり髪を下ろしてたりすると、あ、私もポニーテールしたいなーとか思うんだよね。やっぱないものねだりしちゃうから、なんか髪の毛が長い分にはこう結んだりとか、まあ、何かしらすればね、いいけど、短かったら何もできないじゃん。そこが悩みどころだよ、やっぱり。そう、私の中ではボブはショートではないんだよね。短いけどね。あ、ボブにして巻いちゃえば、確かに。ゆうなさん可愛いよね。髪切ってね、めちゃめちゃ可愛いですよね。どっちも似合ってる。ゆうなさん確かに似合うな、めちゃめちゃ。そう、なんかレッスンで会った時に、めっちゃ可愛いって思って、そう、切りましたよねって言ったら、切ったって。そう、めっちゃ可愛かった。そう、茨城の前だったよね。よし、じゃあランキングもかな。ショートでふんわり系にしたら、なんだかんだ大人っぽく見。なるほど。あ、確かに短いと洗うの大変、あ、楽だよね。
確かになるさん一時期短い時期あったね。めちゃめちゃ。13よしおさんありがとう。12ブイちゃんありがとう。11ピンクカメオさんありがとう。10位羽間さんありがとう。9位勇気やっとマークドボン全然当たらない。当たろうありがとう。8位宮崎のおじちゃんありがとう。7位ギャルサットマーク、7レンジャーサラのふわふわフォーゲンエクボがかりさんありがとう。6位ユーアットマークズキーナイドモレミグミさんありがとう。5位シノアットマークイチオシヒカルサラの大好きありがとう。4位わさびさんありがとう。3位ドマさんありがとう。そして2位はヒデトさんありがとう。そして1位は YES1983 さんでした。イエイ、ありがとうございます。ありがとうみんな。うん、そうですね、私もいつか髪の毛を切る日はもしかしたら来るかもしれないですけど、まだ切る予定は全くないので、はい、いつかのいつかを楽しみにしててください。1時間ってめっちゃ早いよね、夜の1時間って。みんな今日もありがとう。それでは、あ、そう、染めることあかんね。そうなんだよね、染めたいんだよね、めちゃめちゃ。私染めたいけど、なんか自分の地毛とバイバイするのも寂しいなって思ったりするから、そこがねって感じ。うん、みんなも勝手にじゃんけんしよるやんけ。いくよ、せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんほい、チョキです。ありがとうみんな。はい、そうなんだよね、髪の毛。うん、なんかさ、あるじゃないですか、ブルベとかイエロベとかあるじゃないですか。みんなわかるかな、あれわかりますか、ブルベとかイエロベとかあるの。そういうのの診断に行きたいんだよね。うん、ブルーベリーじゃないって。もういいです皆さん。わかりました。そうだよね、わかんないよね、男性の方は。うん、確かにわかんないと思う。試しに、ちょっと待って、試しにピンクはやばくない？試しにピンクはやばいって。いや怒ってないよ。面白いなと思って。うん、宮崎もコロナ増えちゃうからお互い気をつけ、ね、気をつけようね。ありがとう。ストロベリーなのか、そうね、待って、ブルーベリーと思った。わかったわかった、じゃあまた今度話すね、それは。うん、また今度話す。わかったわかった、いいよいいよ。まあそうだよね、私もわかんないだろうなって思って話したから。それにしてもブルーベリーは笑っちゃったわ。うん、じゃあヤロベは何だと思ったの。うん、そうね、茶色からやってみた方が絶対いいと思うけど、どうしよう。でもさ、やっぱね、めっちゃ思うのが、髪の毛染めてる方がなんかメイクした時とかもなんか漏れるなって思う。うん、お洋服でもそうだけど。うん、夜のベリー。面白い、ありがとう、わかった、ありがとう。じゃあ皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。それではおやすみなさい。じゃあ明日からの1週間もみんな元気に頑張ろうね。明日10日か、10日か、うん、ありがとうみんな、おやすみなさい、ありがとう。